部長さん、お前も殺しを飯の種にする同じ穴の無事な。一緒にしないでください。私は私が稼がなくても一人で生きていける。殺しの仕事はもう必要ない。なぜこのお仕事を始めたのか、続けているのか。あの子の他愛ない暮らしを守りたかった。世の中には理不尽な犠牲がたくさん落ちてる。それを踏まないように、一つでも減らせるようにきれいにお掃除しなくちゃ。この手が血で汚れても構わない。私は戦うことを。